ネルをご覧の皆さん、こんにちは。ナオポンこと岡本ナオコでーす。岡本ナオコチャンネル。ここ最近ね、珍しく YouTube 頻繁に更新されてるんですけれども、岡本ナオコデビュー10周年企画ということで、岡本ナオコ完全プロデュース企画、まあ、第1弾カレンダーで、第2弾がアロマ消臭スプレーと、あとですね、生誕祭と、第3弾で生誕祭と、いろいろとお知らせをさせていただきまして、前回の動画ではですね、アロマの、消臭スプレーの香りの試作品が4本届きまして、そちらのこう、まあ、なんて言うんですかね、コメントと言いますか、どういう香りのサンプルがあるっていうお知らせを動画でしたんですけれども、なんと今回の動画でバはい、ということで仕切り直しまして、本日の動画はですね、なんとアロマ消臭スプレーの完成品が届きました。そちらの、まあ、完成した、アロマ消臭スプレーの香りを、今回は最終的にどんな香りが、どんなものができたかを皆さんにお話ししていきたいと思います。それでは早速香りを嗅いでみましょう。はい、ここに完成されたアロマ消臭スプレーが届きました。ちょっとね、香りだけ入ってるんで、まだちょっとラベルとかはね、ぜひ皆さん届いてからのお楽しみにしていただければいいなと思うんですけれども、結構こう先にこの香りをですね、嗅がれた方々からはめちゃくちゃ好評で、すごいいいねっていう話を、まあ何がいいかこの後話すんですけど、こういろいろありがたい、こう好評ですごい嬉しいんですけれども、ちょっと私がちょっと香りを嗅いでしまうとこう嘘っぽくなるかもしれないので、まずちょっと今日カメラマンさんが YouTube 撮影をご協力していただいてるので、その方にちょっと香りの方を嗅いでいただいて、感想をちょっと先に聞いてみようかなと思います。ということで失礼いたします。さあ、私もね、まだどっちでも大丈夫です。最初は多分アロマ消臭なので、アルコールの匂いが多分すごい強いと思うんですけど、だんだん香りの方が香ってくるので、あ、全然喋っていただいて、お声大丈夫であれば。めちゃめちゃいい匂いです。イエーイ。すっごい楽しみで。はあ、じゃあ早速私もやっていきたいと思います。うわ、楽しみ。まあ、ちょっとね、これアロマ消臭スプレーなので、まあ除菌とかそういう機能とかもあるので、普通に手にやってみたいと思います。普通に使おう。香る。なんか前回はそれこそ試供品4本やった時はやっぱその除菌とかの効果もあって、アルコールの匂いが最初は強くて、どっちかというと香りよりもで、徐々にこう香ってくるって感じだったんですけど、今回はもう手にやった瞬間、あ、すごい。あえてどんな香りかはちょっと秘密にはするんですけれども、実はその4本の試作品やった後に、自分の中でこういろいろとね、使うシーンだったり、男性女性どっちも使えるとか、こういろいろ考えた上でこれかなっていうのを1本決めまして、調香師の方だったりだとか、向こうのそのご協力いただいてるセントパレットさんの方々とこううまくこう香るためにはどうすればいいのかっていうのをいろいろ実は念入りにこう打ち合わせをさせていただいて完成したのがこちらなんですけど、でも結構ずっと香ってますね。全然お部屋とかでも使えるし、なんて言うんですかね、ちょっと言葉がなんて言えばいいのか分かんないんですけど、こう老若男女問わずこう好んで使っていただけるものかなと思いますね。ありがたいことにですね、いっぱい皆さんがご予約をしてくださって、今ちょっと最終調整の段階なんですけれども、こちらのですね、アロマ消臭スプレーは12月中旬で、カレンダーと一緒にご購入してくださった方には年内中には発送できるように、今ただいまいろいろと準備を進めておりますので、皆様お手元に届くまでもうしばらくお待ちください。こちら香りだけでなく、ラベルの方も私がプロデュースさせていただいてるんですけれども、そちらは無事に完成しておりますので、ぜひどんなラベルになってるのかも購入した方は楽しみに待っててください。ちなみにサイズ、このアロマ消臭スプレーはですね、
30ミリと150ミリとあります。シーンごとにいろいろ量もね違えばシーンごとで使い分けることもできますので、ぜひ詳しくは概要欄の方の貼ってますので、そちらのページから飛んで、どんなものがあるのかぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、ナオポンこと岡本ナオコでした。またねー。